皆さんこんにちは、ホッシーです。今日も飯までやっていきましょう。今日の動画ですね、まずちょっとこちら見てほしいんですけど、この TOTS のタブに真ん中レジェンドカードがあると。で、これね、まだ日本版では実装ないんですけど、グローバル版だとね、一応レジェンド選手も出てきてるんで、今回はね、そのグローバル版で搭載されてるレジェンド選手見ていこうかなと思います。で、一応前回の TOTY もレジェンド選手搭載されて、その時もグローバル版ではいて、日本版ではいないみたいな選手がいっぱいいたんで、もしかするとね、今日紹介する選手も日本版だと来ないかもしれないんですけど、それだけご了承ください。確実にね、ほら真ん中にこうやってアイコンカードあるじゃん。だから、選手は来るはず。なんでね、ちょっとネタバレ注意もあるんで、もしね、見たくない方はここで動画閉じてくれるとありがたいです。で、今回ね、紹介する順番は、ディフェンダーから順番に中盤、前線の選手見ていきたいと思います。では見ていきましょう。はい、まず一人目、バレージ選手です。センターバックの選手。で、これもね、いつも言うんですけど、グローバル版はね、OVR が多分マックスが101とか102なんで、日本版だとここも変わってくると思います。まあ、バレージはね、身長低いんで、センターバックとしては厳しいんですけど、ワンチャンね、SB としては使えるかもしれないんで、これも楽しみですね。で、次がマルディーニ選手。これはね、期待だよ。センターバックで搭載だし、一応ね、130マルディーニもう来てるんで、3D カードの。まあ、それ持ってる方はね、全然いらないと思うんですけど、センターバックで来るんで、ちょっとここもね、若干サイドバックの時と能力変わってくるのかなと思います。これも楽しみですね。チビの選手は2選手のみです。続いて中盤見ていきます。まずはプティ、ボランチの選手ですね。こちらに関しては確か逆足がね、3とか4で来るんで、もしかするとね、TOTS のレジェンド効果で逆足ワンチャン5とかも期待してるんで、そうなったらね、かなり強い CDM かなと思います。続いてバラック選手。これはね、かなり期待ですね。で、これに関してもセンチュリオンのね、130で来てはいるんですけど、多分 TOTS 搭載でも同じ OVR で来ると思います。バラックはね、活動量も中高とか、個人技もダブルタッチとかね、結構強みあったんで、センチュリオンの時は。なんでこれもね、そこら辺楽しみにして待ちたいと思います。続いてシャビ選手。こちらは CM で搭載予定なんですけど、シャビに関してはね、やっぱ身長低いし、多分そんなね、足とかも速くないんで、そうなってくるとね、ちょっとこのゲームでは使いづらいかなとは個人的に思います。まあでもね、ダブルタッチ搭載とかの可能性も全然あるし、全然使いやすい選手なのかなとは思います。では次の選手見ていきます。こちら。ビエラ選手です。で、このビエラは CM となってます。確かね、なんかの時に CM ビエラも来てて、結構強かった。やっぱ守備寄りになってくるんですけど、そのチームのバランス取るためにね、結構 CM ビエラの起用もありなんで、これも悪くなさそう。やっぱ CM だったらね、スキブとか、あと活動量がだいぶ気になってくるんですけど、そこね、もし来たら見ていきたいと思います。まあ、ただね、ビエラ逆足が3なんで、そこがね、4になってたら、まあ、CM でも全然ね、使いたい選手になるのかなと思います。次の選手がジダンですね。CM 搭載。まあ、ジダンはね、前回来た最高 OVR 130、129、128、ちょっとどれか忘れちゃったんですけど、確かその時ルーレットだったんで、もしね、TOTS で来るんだったらダブタで来てほしい。ほんとジダンはね、能力ももちろん強いんですけど、使用感がね、とにかくいいし、逆足も5だしで、かなり強い選手になってるんで、多分ね、ダブルタッチになると使う人もね、ぐっと増えると思うんで、そこはね、搭載するんだったら期待したいかなと思います。中盤最後の選手こちら、デルピエロ選手です。まあ、デルピエロもね、毎回来ると逆足もしっかり5あって、個人技もね、ルーレットかダブタでって感じで使いやすい選手になってるんで、この選手もね、搭載したら結構使う人多いんじゃないかなと思います。じゃあ次、前線の選手見ていきます。まず一人目、リベリー選手ですね。まあ、リベリーもね、スキブがね、毎回いいからね、俊足だったりとか、スピシュ上がるね、スキブ強いし、確かに逆足もしっかり5あって、個人技もいつもルーレットかタブタで使いやすいんで、この選手もね、搭載されたらかなり期待できるかなと思います。多分ね、今来てるリベリーが最大129なんで、まあ、130以上できたらね、そこもね、嬉しいのかなと思います。続いて、ダルグリッシュ選手です。この選手もね、逆足5だったかな ?4 だったかな結構ね、元の方でも使われてる方多いし、多分今123、4、5? そこら辺がね、一番マックスなダルグリッシュなんで、もしそれ使ってる方は、今回ね、もし来た場合は乗り換えてもいいのかなと思います。次がミュラーですね。ミュラーって来てたっけな?ちょっとね、覚えてないんですけど、
まあ、そこも含めてね、搭載されたら楽しみな選手の一人ですね。では次見ていきます。イアン・ラッシュ選手です。まあ、ラッシュもね、あんま使われてる方いないんでどうかちょっとわかんないんですけど、もしね、神戸アルで来た時は個人技スキブ次第では使う人増えるのかなと思います。次の選手、ラウールですね。ラウール選手は逆足がいつもね、読んできていて、結構ね、抜け出したら早かったりするんで、この選手、相手にいるとき。あとはね、やっぱ左利きっていう、結構そこも嬉しい点なんで、2枚 ST を置いたときの右で使ったりとか、するのがいいのかなと思います。この選手も楽しみです。では前線の選手、ラスト1人、こちら、クライフ選手ですね。もうこれかなり目玉ですね。なんかね、このゲームクライフ強いんですよ。結構ね、身長が高い選手って重たかったりするんですけど、この選手は違くて、多分スキブとかも関係あると思うんですけど、なんか抜け出した後とかね、フェイクショットで追いつけないし、そういう点でもね、めちゃくちゃ強い。確か前回のね、来たクライフ129-130だったかな、がね、レコードブレーカーのスキルブーストだったんで、今回ね、もしこの TOTS 来た場合は、やっぱマエストロとか、なんなら羅針盤とかね、来てくれると嬉しい。なんで個人的にはね、このクライフ、もし搭載があれば、ゲットして使っていきたい選手の一人かなといった感じです。はい、ということで今回は TOTS 搭載かもよというレジェンド選手紹介していったんですけど、全部で14選手かな、いました。まあ、動画の最初にも言ったんですけど、これが全部もちろんね、搭載来るわけじゃないし、なんならこれ以外の選手も来るかもしれないんで、まあ、これもね、楽しみにして待ちましょう。多分ね、この TOTS のところにね、レジェンドカードあるんで、来ないってことはないと思います、レジェンド選手。誰かしら来るはず。まあ、多分 OBR もね、130じゃないかな。わからんけど、そんな気がします。まあ、その前か後かわかんないんですけど、UTOTS も来るんでね、そこら辺はやっぱ TP と相談して、ぜひね、ゲットする選手決めてください。結構ね、そのカードのデザイン、今回もかっこいいから、前回の TOTY に続きレジェンド選手。なんでね、結構ね、欲しい。あと、ちょっとね、一個報告なんですけど、昨日から始まった世界大会の予選、もうね、すでに3敗しちゃって、俺。ちょっとね、その世界大会日本代表はね、厳しそう。まあその2敗はね、普通にやってて負けちゃったし、1敗はね、X でポストしたんですけど、なんか接続切れて負けちゃって、まあでもね、あれがなくても、実力不足な感じしたんで、まあ普通にね、諦めはついてます。まあまたね、こういう機会があるかね、ちょっとわからないんですけど、もしあれば、次こそは日本代表目指して頑張ろうかなと思います。最初ね、5連勝ぐらいしてね、一回やめたんですよ。それでね、また次の日やろうとか思ったんですけど、変にね、時間が夜かな、あって、やっちゃったよね。あれが良くなかった。やっぱ人間の集中力の限界もあるしね、ちょっとそこら辺はね、また35試合だから、うまくね、ペース配分しながら次回やっていければなと思います。またね、質問があればコメント欄 DM でよろしくお願いします。ということで今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。